ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ・フットボール・クラブは、オーストラリアの東南部、ニューサウスウェールズ州の都市ニューカッスルをホームタウンとする、オーストラリアプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。ニューカッスルのスターティングメンバークラブは1978年に、ニューカッスル・キロバイト・ユナイテッドとして創設。その後は、他のクラブとの合併を繰り返し、1984年に、 ニューカッスル・ローズバッド・ユナイテッド、1991年にニューカッスル・ブレイカーズと解消した。2000年にキプロス出身の実業家コン・コンスタンティーヌが買収し、ニューカッスル・ユナイテッドとして再建され、オーストラリアン・ナショナル・サッカーリーグに参加した。2005から06シーズンに A リーグ創設に、伴い現在の名称に変更した。これは、 イングランドプレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC との混同を避けるためであった。ジェッツとはニューカッスルの北 20km に位置するオーストラリア空軍ウィリアムタウン基地に由来する。クラブのロゴは3機の回 A-18 ホーネット戦闘攻撃機を表す。クラブは2007から08シーズンの A リーグを制し、2009年の AFC チャンピオンズリーグに出場した。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。